はい、ケーキングワールドです。今日はね、9月7日ということで、あっという間にね、8月も終わってしまって9月に入ってね、7日ということはもう4分の1近く終わっちゃったってことですね。まあただね、9月というか10月、10、1月ライブがね、いっぱいあって、特に10月かな、大きなライブがいっぱいあるんでね、すごく今年の秋は楽しみなんで、まあ普段の夏よりもね、なんていうかな、夏行っちゃったな、寂しいなっていう気持ちはならなくて、私は逆にね、ワクワクしてるって感じですね。早く10月来ないかなって感じですね。で、今日のね、ケーキングワールドのテーマは、歌ってみた企画ということで、30、40年前かな、久保田早紀さんのね、異邦人という曲、あれをちょっとね、歌ってみようかなと思ったんで、スタジオに行ってきました。異邦人というね、曲はすごくシルクロードのね、イメージがしてて、日本の歌のなんていうかな、雰囲気じゃないんですよね。すごくなんか異国の匂いがするっていう感じですね。でそれをギターと、いつものね、フットドラムとでやったんですけれどもね、ちょっとなかなかね、雰囲気を出すのが難しいなってところがあったのと、あとね、前回ちょっと評判の良かったね、竹内まりやさんのね、駅のように言葉尻をね、男言葉に変えて男性目線でね、ちょっと歌ってみようかなと思ったんですが、あの歌はやっぱりそういうね、男性目線、女性目線を超越したなんかね、雰囲気がありまして、なかなかそれは難しいので、歌詞もね、原曲通りの久保田早紀さんが作った歌詞とメロディーで普通に歌ってしまいました。ただ歌いやすい歌なので、全然なんていうかな、違和感なく歌えたので、いいんですけれども、ちょっとなんていうかな、 PA がの調整失敗してて、ボーカルがね、うるさいなって感じがするんですが、よろしければ聞いてください。じゃあ久保田早紀の異邦人をケーキングが歌います。よろしくお願いします。
かだったでしょうか、今日のケーキングワールド。ちなみに今ね、旧新名ですかね、新名道路のね、昔の道路のであります旧新名走ってるんですけどね、この道路はね、なかなか有名というか、昔からある道路で、ロードサイドにね、いっぱいいろんな店があるので、皆さんもね、ちょっと見てると面白いかなと思いますね。まあ、昔はもっとね、なんていうかな、レンタル店とかね、いろいろあったんですけれどもね、最近ちょっと店が少なくなってますが、駅のね、駅前の商店街と並ぶ車で行くなんか商店街みたいな感じでね、本当にこの通り沿いを走っていろいろ買ったりとかね、カーショップ行ったりとかね、してましたね。まあそれは置いといて、さっきのね、久保田咲さんの異邦人、まあやっぱりね、女性の声の方が合いますね。だからあの歌は声質は女性でやった方が絶対いいですね。なのでね、やっぱり英訳してもらって、英訳して、アイリスに歌ってもらうのがなんかすごく雰囲気的にいいような気がしますね。まあね、外国人の方に異邦人歌ってもらうのもどうかなと思ったりもするんですが、声の質とね、メロディーと雰囲気と含めたら一番合うのかなと思ったりしますので、ちょっと彼女に相談してみようかなと思います。うまくいけばね、いつかまた異邦人をね、アイリスバージョンで披露できたらいいかなと思ったりします。ありがとうございました。じゃあ今日のケーキングワールドはこれにて終わろうかなと思います。ありがとうございました。